てこんばんは。2012年7月24日、現在、京都文化博物館前におります。本日、祇園祭は観光祭。八坂神社に神様がおみこしに乗って帰っていく観光祭を迎えています。こちら、京都文化博物館の前では、今日の三条まちづくり協議会が行っておられます、おみこしを迎える、そういうイベントをやっておられまして、実際にそのおみこしが、来るのを今か今かと皆さんが、道の両サイドに、待っておられる、そういう状況を今現在ご覧になっております。あと5分少々で京都三条ラジオカフェの方でホイット観光祭、こちらの、前編を、生放送でお送りする予定にしております。まもなくラジオの生放送も、40分からスタート40分からスタートする予定にしております。ぜひそちらの方もラジオで、そしてインターネット、そしてビューストリームでそれぞれお楽しみいただければと思います。大工の皆さんが、お子さんをとりあえず戻ってもらって、現在、改めて配信しています。さてラジオの方も間もなくスタートとなります。こちらの現場の様子もご覧いただきましょう。
誰が、はい、放送4分まで。あ、ここで時間でも。
ホイッソ
コミットするような上から見たらダメ。そう。神様。地べたから拝む。そう。最近はね、今回もそうですけど、ね、感謝するっていうのもあるんですけどね。まあ、山とかね、上から。まあ、それと、7月の11日の祇園祭、あれは、もう民衆の祭りですよ。これは、本当の、もう、祇園さんのお祭り。神事。ね、神さんのお祭り。だから、祇園祭りから、そっちは本物なんです。まあ、山とかおことかってのは、おみこしをお迎えするための、お清め、道中をお清めするための。メインで今日このおみこしで1週間ずっと町に貼った市場寺町のために貼ったおみこしを持った神さんがで帰らはるやっと平穏な日々が一応ね1ヶ月間の気温が来てあるんですけど、ね、一番メインの金銭行ったら中御座私が注意して大きく見えたことがあるあれ何だっけこれかなかなり遅いだということで私が一気に通り過ぎました。
レスターです。もちろん今はできない。
やっぱり近くで大丈夫です。お話をしている間に、ご案内の時間が近づいてきたそうです。4月の2012ベッド観光祭、三条通り引越祭り、三条高倉自身の京都文化博物館別館前から移動してきました。楽しかったです。残念です。ということで、この後30分から22時まで、さらにおみこしを追いかけたいと思います。今の状況だと多分西五山を迎えると思いますので、そちらの方もお楽しみにしていただきたいと思います。群馬中央区2012ベッド観光祭三条通りおみこし祭り、それでは9時半からのお楽しこの後21時30分から30分番組で京都三条ラジオカフェの、観光祭、生中継、この後、後ほどまた、放送の方が始まります。ユーストリームの方も一度こちらで一旦、お別れをいたしまして、数分後に、また改めて、今度はその21時30分に向けての放送を、進めていこうというように考えています。おそらく21時30分のちょっと前ぐらいに、皆さんと、お会いできるかと思います。ぜひユーストリームでもぜひ、ご覧いただければと思いますし、ラジオの方で、そしてネットラジオの方でも同時、配信いたしますので、ぜひお聞きください。それではまた後ほどお会いいたしましょう。